今日はですね、特に水替えの日ではないんですが、ちょっとピンポンパールのですね、ミックス水槽ですね、ピンポンパールのミックス水槽です。まあ、いろんな柄だったり、この中にデメピンポンもいれば、シングルテールの子もいれば、三つ尾の子もいるっていう、いろんなピンポンパール系の子たちが入ってる船なんですけども、まあ、今日水替え日ではないんですが、まあ、こう見ての通り分かるように、かなり過密な水槽ですので、まあ、自分のルーティーンとしては、3日に1回、4日に1回水替えをするんですけど、そのペースだと、遅い水槽っていうのがいくつかあるんですね。その子たちのちょっとメンテナンスをしていきたいと思います。メンテナンスというか水替えですね。まあ、あんまり水は傷んでないんですけども、これだけの数を買ってると、多分傷む前にどんどん変えていかないと、ある日突然一気に死んじゃうっていうことが、あるんですね。で、自分の場合の判断基準としては、まず目で見る限りだと意外とわからないことあるんですよ、ね、意外と金魚って死ぬ直前まで元気だったりする子たち、元気だったりするグループもたくさんいるので、まあ、見た感じですね、やっぱ濁るというか、なんかちょっと毒素が溜まってるなという感じの雰囲気がしたり、一番はですね、この匂いですね。この匂いを嗅ぐとですね、なんかちょっと、ね、嫌な匂いというか、ドブ臭い、ドブのような匂いっていうんですかね、ドブ臭い匂いになってくると結構、ちょっと第一アラームっていうか、ちょっと気をつけた方がいいですよっていう感じの、時期になってきてます。まあ、ドブ臭い匂いがしても、全然まだまだね、金魚っていうのは元気なんですけども、その程度で死ぬことはないんですけども、ただそれを続けていくと意外と一気にやられちゃったり、することもあるんで、大体自分匂いが出てきたら、もう少しでも匂いが出てきたら自分は変えるように、しています。で、今水替えにあたって、ちょっと網ですくって、金魚をちょっと別の場所に移動しました。結構ですね、この中にデメピンポンだったり、結構上物のピンポンだったり、ピンポンパールだったりいたりするんで、仕分けをしながらリリースしていくっていう感じの、船になります。で、実際網ですくっただけで、もうこの中っていうのはすぐもう煙ってしまって、非常に下にですね、沈殿物が溜まりすぎているので、沈殿物が全くないのもあれなんですけども、溜まりすぎているんで、一回溜まっているものを全部出して、新しい水を入れるっていう感じの水替えになります。まあ、1ヶ月に1回ぐらいやる、ちょっと大掃除みたいなやつですね。で、いつもの、大掃除の時はある程度こうやって糊をですね、削って、苔ですね、苔を削って、ちょっとざっとお掃除をして、新しい水を入れるっていう感じの工程に入るんですが、一個ですね、自分がこだわってるのが、これフィルターです。まあ、普通の投げ込み式フィルターなんですけど、こういう真夏の中で、まあ、さっき見た通り、もう一匹だな、これ。よいしょ、まあいいや。過密飼育なんですね。この中にピンポンパールが100匹以上いるんですけど、で、真夏です。で、なんで酸素が、ちょっと低酸素になってしまいますので、本来だったら、自分の場合ですと、去年までだったらですね、これを2つとか3つ入れてたんです。ただ今年はもう1つにしました。1つのブクブクで、真夏を今超えられてます。で、なんでこれ1つに、すいません、いつもの、ちょっと急にアフレコに変わるという、ちょっとまあ撮影中に郵便屋さんが来られたので、ちょっとそっちの方に相手してたので、ちょっと声を吹き込まさせてもらいます。どこまで話してたかというと、そうです、今年の夏はですね、エアーブクブクをですね、自分は少なめにしました。本来は絶対にしちゃいけないことなんですけど、自分の場合はまあ、厳しい、いつも言ってるように厳しい環境というか、ある程度低酸素というか、まあ、必要以上に酸素を上げないっていうんですかね。まあ、前回ブレーカーが落ちて、ちょっと水槽がですね、全滅し失火消えたっていう動画が、上げたと思うんですけど、その話ともつながってくるんですけども、やっぱ普段からたっぷりで必要以上の酸素をこの子たちに与えてると、いざ酸素が減った時、真夏になって酸素が減った時とかに、ちょっと対応しきれず、どんどんポツポツ落ちていくよりかは、普段から低酸素に慣れさせておく。まあ、低酸素って言っても必要最低限の酸素はこのように送ってるんですけども、慣れさせていくことによって、実際そのなんかね、台風とかで電気が落ちた時に、まあ、バッテリー式のブクブクだったり、発電機だったり、
そういう落ちた時にどうしようかって考えた時、いろいろ機材のことですね、よくアマゾンとか見て調べてたんですけども、まあ、それももちろん必要なんですけど、そもそも飼育設備を万全にしておくことも一つの手だと思うんですけども、まずは金魚を強くするっていうことも、一つ作戦の一つかなと思って、普段夏ですね、必要以上の酸素をあげないようにしてます。で、まあ、それによってなんかストレスだったりなんかエラがめくれたりってならないように、ここはもう慎重に金魚の方を見て、動きを見て、酸欠になってないかしっかり見て、飼育をしています。で、今のところエラがめくれたりなんか病気になったりっていうのがないんで、今年の夏はどの船も、ブクブク1個でやっています。ただその1個はですね、強くブクブク入れてるんですけどね、それなりに、ただ必要以上にその2つや3つ入れないように、僕はしてます。まあ、こんな感じでその普段から鍛えておくと、まあいずれ来る秋口にね、またこれもリリースしていかなくちゃいけないんですけど、当然発送しなくちゃいけないんです。もちろん酸素をしっかり入れて発送しますけども、普段と違う環境の中で、中1日、遠いところでは中2日間ですね、段ボールの中に入って、旅しなくちゃいけないので、そういう意味でそこで酸欠になって、簡単に死ぬようなこう、作っちゃいけないっていうのはあるので、とにかく今年は酸素のブクブク、ブロワーをですね、結構大きいの買って、結構ねブロワーのブクブクは余裕があるんですけども、余裕があるから言ってどんどん回すのもあれかなと思って、まあ大体どの水槽もですね、投げ込み式スポンジブクブクを1個入れてるだけの状態の船が多いです。その代わり水の管理っていうのはこれまで以上にしっかりしてはいるんですけども、まあ今のところ、まあ見ての通りというか、うまく伝わるか分かんないんですけど、みんな元気に毎日毎日何匹か落ちていってる、死んでいってるような船ではないので、しっかり元気に育ってくれてます。当然まだちっちゃいので、これがまた体がでかくなってこの匹数を維持してこのブクブク1個だけだったら当然酸欠になってくると思うんですけども、まあ、そこの国境線というか国境をですねしっかり見極めて、どんどん減らしていかなくてはいけないんですけど、あとエア自体をですね一切入れてない船も今年はあります。まあ、当然匹数は少ないんですけど、大体40リットルぐらいの発泡スチロールの中にちょっと大きめの軟禁、大きくはないか、それなりの2歳の軟禁を3匹ですね、ずっとエアーを吹かさずに飼育しているんですけど、餌も結構バンバンあげてやってるんですけども、今のところですね、酸欠で落ちることっていうのは、特になく元気に育ってくれてますけども、絶対ね、やっぱ高水温の時っていうのは基本的に必要以上のブクブクはしてあげた方が絶対に、いいです。自分の場合は、これからね、来年再来年とこの子たちね、一緒に、飼育していくわけではないので、人の手に渡るので、いつか自分の手から離れていくものなので、その人の手に渡った時に、しっかり元気に生きていってくれる金魚を、作るにはどうしたらいいかなって考えた時にちょっとこういうやり方を取ってます。いつも言ってるように塩素、普通の水道水の中にドボンでも死なない金魚、それこそブクブクって何っていう人にもしかしたら行き渡るかもしれないです。エアーも何も入れずにただ観賞用のなんていうんですかね、金魚鉢みたいなの入れて育てられる方も、いると思うんですけど、そういう時に多少低酸素になっても強い金魚っていうのをね作っていきたいなと思いながら、飼育をしています。だから全滅1ヶ月前ぐらいの全滅仕掛けていた卵中水槽だったかな、卵中水槽の中でもこうやって完全に死にかけてる子もいれば、全然ピン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 泳ぎ回ってる子もいるんですね。その時に自分ちょっとこういう飼育方法をしてみようと思ったんですけども、結局死にかけてる子ってペット屋さんから、まあ、アクアリウムショップから買ってきた卵中3匹がですね、もう完全に瀕死状態で死にかけてたんですね。で、残りの4匹はピンピン動いてたんですよ。で、この残りの4匹っていうのは、何だったのかというと、産地の同じドラゴンスケール卵中です。今年の長洲金魚祭りさんで、購入してきたドラゴンスケール卵中なんですけど、その子たちは全
全くピンピンしていました。平然といつも通り泳いでいました。酸欠事件から翌日に産卵とかもしてました。全くストレスも感じてなかったと、ように感じるんですけども、じゃあこれは何でかっていうと、おそらくそのこれまで生きてきた中で、まあその大丈夫、そうなっても大丈夫なような環境で飼育されていたから、強い金魚にね、あの自然になってたのかなと思った時に、ちょっとふと今年の夏はブクブクをですね一つで、挑戦してみようと思ってやって、今のところですね、この酸欠で死ぬっていうことは特に、そういう事件は出て、いないので、まあ、という感じの、まあ、今日はピンポンパールの水替えの動画でした。ちなみに水替え後のね、動画がさっきからずっと流れてると思うんですけど、一応半分ぐらい、のりの方を、のりじゃないや、あれですあれ、苔の方を削りまして、でしっかり浸水の方を入れて、元気に、またこれから大きくなってもらえたらなと思います。そんな感じで、ちょっと水替えの動画を、またねアップしようと思ったんですけど、ちょっと話が脱線して、急遽酸素の話になっちゃったんですけど、また今日もただの水替えの動画でした。ありがとうございます。